うまそう。水餃子だ。まる。どうでした、テンプレステ。夢のような夜でした。暮らしやすい夜でした。いやもうなんか全部やってもらっちゃったね。本当にね、修行チックな世界観を体験するぐらいまであるかと思ったけど、夢のようでした。夢のよう。人間はダメにするステみたいな感じの今私たち群馬の上毛高原の韓国のお寺に来てます。はい、手料理というかもう自家栽培の野菜を使ったパンちゃんをお昼にいただいて、その後温泉に行って、で戻ってきてバーベキューでサムギョプサルをまたナムルと楽しむと。いや、うまかったね。うまかったな。あれめちゃくちゃ美味しかったんだよな。豚自体もうまかったし。チョウスニンは早朝からたくさん準備してらっしゃいます。스님몇시에일어나셨어요아스님몇시에일어나4시요응음식준비하시는거예요응응예불끝나고아예불도벌써끝나셨어요어또음식오늘제사있어49제가아제사있어요와어저거혹시안도아내가콩나물좀넣고우와콩나물 간같은건어떻게하시는거예요간네한간장간장이요응또소금간하고이런거는김치에간이돼있잖아아응맞다누가했어잠자리안불편했어내놓고요렇게내려놨어요렇게내려놨어요스리스리스리만두만두우레시이가오리이가오리이콩나물운동이마미다진스가食べれるって気にしてるでしょ。いや、そんなことない。よもぎ？よもぎ、お餅作ったやつ。手作り？手作り。すごい。すげえ。いい香り。またこの緑の差し色がすごい。香りがすごい。맛없어도맛있게드세요아니요맛있죠이거는우와すごい。こぶし。うわ。こぶし餃子。いただきます。あ、でも優しさの中に辛さが、あ、結構辛いかも。うん、キムチが辛いから。あ、キムチの、うん、あったまるわ。あったまるね、これ。結構寒い感じ。今日は寒いんです、やっぱり。うん、ほっ、すごい。うん。あ、うわ、おいしい。ニラが、うん、ニラがすごいね。うわ、おいしい。めっちゃうま。うん。おいしい。だしとかも普通にキムチだけでこの味出るのすごくないですか。もうね、キムチがめっちゃうまい。確かに素材のありがたさを味わう。本当に、うん、マジでサウナぐらい体の変化が温まってる。うん、マジで温まる。なあ、寒くんじゃなちょっと도와주면 될까。ねえ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 。わあ、手作り唐辛子。手作り唐辛子の山だ。ちょっとだけ農家のお手伝いをします。まだまだある。仏様への挨拶の時間。
걸 모르니까 한글을 모르니까 간 간지 데모 믿더라. 하이. 하이. 일어서세요. 気づいたら1時間、うん、最初正座ちょっと正座で俺立ちくらみしたんだけどなんか最初の方がきつかったと慣れたんだ。そうだね。いやでもなんかね、俺はずっと瞑想みたいな感じで、ウヨンウでもヴィンチェントでも出てくるから、仏教の会議、うん、それを体験できますよ。サンドラ・ズキヨです。なんかいい匂いがする。味噌、味噌っぽいな。何かを煮込んでる。豆腐、豆腐チゲへそ。あー、豆腐チゲ。チゲを作るコツってあるんですか？あ、朝はキムチで味チゲしたでしょ。はい、今回はベースになるのは、これはあのお醤油だけ。あ、醤油。これをちょっと、あー、チャプチェ。あー、チャプチェを、昨日は取ったニラです。うん、お客様にはこれ本来は使えないから。へえ。あと食べる時には取った。おお、なるほど。まあじゃあここにドーンとニラたこ折りたくてやば。うん、パンチがいそうだったかと思う。うーん、これいいっすね。はーい、わー、美味しそう。あー、なるほどね。うわ、すごい。でも天ちゃんチゲの匂い、うん、そうだね、チゲ匂い、食べる天ちゃんチゲ、トゥブチゲっていうか、もうスープよりも具の、うん、めっちゃいいね、これ、うん、わー、いやー、はーい、美味しそう。いやー、すげー、うーわ、もうすごい匂い、最高。うっそ、うまそ。今日もお昼、うん、はい、はい、すごいことになってしまいました。負けず劣らず。これはすごくないですか。何種類のおかずがあるんですか、うん、これ、まだまだある。そう、今これ隣でね、まだまだありますっていうのがあって、これすごいよ、うん、少しずつ出すの。これはもう昨日もね、いただいたけど、もういつでも食べれますから、これね、少しずつ、はい、みんな、アンスト、これ美味しい、アンストナムル、アンストナムル、アンストナムル、
召し上がってください。いただきます。ですか、ね、これがね、すごいいい匂いなんですよね。少しお皿がないの？あ、いや、これあります、大丈夫です。あ、ここにいるの。どうぞ。いただきます。あ、美味しい。うまみ強っ、ね、甘い。この野菜とオイスターソースがもうすごい。うん、うわ、これ作りたい。わかる、作りたい。あ、うわ、歯ごたえいいね。美味しいですね、やっぱりニラがいっぱい入ってて、うん、こういうちょっとしたダブルパンちゃんとかをめっちゃつまめるってめっちゃ楽しい。わかる。スープ、おー、うんうん、あ、これ美味しい。ちょうどいいからさ、甘辛本当に食べる味噌違ってるんだよ。醤油、醤油なんだ。なんかすごい味噌に感じる、うん、野菜よりよね。やろうと思ったらもう何週って言うんだ、うんうん、ね、もうこれはね、夏に来たらやばいね、ほんと。確かに、うん、このナスも美味しい、うん、本当に山を食べてるね。だね、山にかじりついてるんじゃないかぐらいの。最近ナス好きになった。あら、よかったじゃん。あれ、うん、嫌いだったのに、うん、ニースのお母さんのやつ食べてから。そうそうすごい、これね、もうあんなにあったけど結構。そうだね、結構食ったね。あっという間にこんなんだよ、うん、めっちゃうまかったよ。うまかった、美味しかった。チャプチャも美味しいし、ほんと元気出るんだよな、食べた後。これぐらい、なんか1ヶ月ぐらい食べると太るよ。太るよ。いや、そうだよ、太るよ、太るよ。そうだよ、いくら野菜とはいえ太っちゃうね、これ。太るよ。ごっさむしー、おっさむしー、お世話になります。いや、地方スニーム本当にお世話になりました。お世話になりました。もう農家、農家農家農家なの。そう、農家農家だった。スニームが農家すぎて。そうだね、ね。これね、夏になるともっとやばいですね。地方スニームの電話の方に予約さえすれば民泊もあるし、温泉もあるし、泊まりに来てみんなで遊んで食べて帰ることができますので、確かいい、これね、いい過ごし方ができます、ね、気になる人はぜひ、たまには上毛高原にある福岡寺で美味しい韓国料理を野菜たっぷりで食べて、みんなもありがとうございます。以上、スーパーマニアックハイクオリティ韓国料理エクスペリエンス提供チャンネルでのピーボーイでした。カギムチでめっちゃ包んで食べよう。これやばいわ、肉。おお、うまっ。間違いないね。ああ、いいね。やばい。